JEOとJGOのコンセプト図EJSMは、アメリカ航空宇宙局、欧州宇宙機関共同による木星探査計画。特に木星の磁気圏と木星の衛星であるエウロパとガニメデに主眼を置き、2020年に探査機を打ち上げる予定。欧州側はラプラスと呼んでいる。2009年2月、NASA とESAは TSSM よりEJSMを優先させると発表。しかしESAにおいて、本計画は、LISA と IXO というの2つの異なるミッションと資金的に競合している。2013年にESAはこの3つの計画から1つを選択することになっており、このため NASA は対応策として単独でミッションの一部を遂行する代案を保持し続けている。宇宙航空研究開発機構とロシア連邦宇宙局は共に本計画への関心を示しているが、協約などは何も締結されていない。TSSM と同様、EJSM の必要予算は 44.5 億ドルと推定され、NASA が38億ドル、ESA が 6.5 億ドル分担する。現在参加している国と参加を検討している国、EJSM 計画の特徴は、2機ないしは3、4機のオービター、ランダーが提案されていることである。ベースラインとなるEJSMの概念は、JEOとJGOから構成され、2020年の打ち上げを予定し、それぞれエウロパとガニメデの周回軌道に投入されるまでに、複雑に入り組んだ木星圏探査を行う。両機は、IOの火山活動や木星の大気圏、磁気圏、ガリレオ衛星との相互作用といった動的な現象を観測し、エウロパとガニメデの氷の膜下にある海の特性を、調べる。JAXA が参加した場合、JMO は木星の磁気圏を探査し、JGO、JEOとの共同観測により3点観測が実現することになる。EJSMの目的は、木星系が生命の居住可能性を持つか否かである。EJSMの基本的なテーマは、エウロパやガニメデの居住性に関係した科学的目的に集約させることができる。このゴールを支える。主な科学的目標は、ロシア連邦宇宙局とロシア科学アカデミーはエウロパにランダーを着陸させる探査機計画を検討している。ロシアのランダーは NASA、ESA のオービターとは別にソユーズ系のロケットによって打ち上げられ、NASA、ESA のオービターを中継してデータを地球に送信することになる。降下モジュールに搭載される科学機器や探査装置には広範囲な国際的関与が予想される。公開資料によると、ロボットアームにはグラインダーが、さらには、エウロパの表面の氷を調査するためのドリル、熱、ペネトレーションシステムが想定されている。クライオボットとハイドロボットのコンセプト図。NASA は、エウロパ氷下の海を直接探査する目的の技術を開発している。2002年、ノルウェーで氷を溶かしながら進むロボットの試験が行われ、氷河湖の23メートル下まで潜ることに成功した。クライオボットが氷の殻を10から 100km 進み、水の層に達すると、自立型水中機を放出、データを収集して地上に送信する。クライオボットとハイドロボットは、付随した地球の生物をエウロパの生物と誤認することを防ぐため、そして、エウロパの海の汚染を回避するために極度の殺菌が行われる必要がある。また放射線に耐えることのできる新しいカメラ技術を開発中で、これによって地球に動画を送信できる可能性もある。エウロパの海の探査を目指して設計された新型潜水試作機はENDURANCEと呼ばれ、2009年現在南極大陸のボニー湖で試験中である。ありがとうございます。